脱炭素アクション溝の口始まる。川崎市は脱炭素社会を目指し、2050年の CO2 排出実質ゼロを表明。川崎カーボンゼロチャレンジ2050を策定し、2030年に向けた取り組みの一つとして脱炭素アクション溝の口を創設しました。みんなで行動しよう、脱炭素のまちづくり、脱炭素アクション溝の口。